はこれで終了。明日は予備日に開けておいたけど、そのまま休みにしちゃっていいわ。また明後日部室で会いましょう。待てよ、ハルヒ。ダメなんだよ。ここでお前を返したら、あの1万何千回と繰り返してきた、あの2週間を、また永遠と繰り返す羽目になっちまう。でも、何をすべきなんだ？何を言うべきなんだ？ハルヒの言葉の中に、そのヒントはあったはずだ。だが、それは何だ？あいつは今まで何て言ってきた？ダメだ。わからない。待てよ。ハルヒ。